ケリーのリズムを研究しようということで、ウィントン・ケリーの枯葉というレコーディングを題材に、ウィントン・ケリーの素晴らしいリズムをみんなで研究していきたいなと思います。今回はポイントを5つに分けました。最初に全部言っちゃいます。1つ目、8分音符の弾き方。2つ目、16分音符の弾き方。3つ目、ウィントン・ケリーのレイドバックの弾き方。4つ目、251の使い方。5つ目、アクセントの位置ですね。この5つに分けて、ウィントン・ケリーがどうしてあんなにリズムがかっこいいのかということをみんなで考えていきたいなと思います。ウィントン・ケリーのリズムはもう王道のスタイルと言ってもいいですね。だからみんなが憧れるリズムというか、そういう感じなんですけども、まあビバップっていうんですかね、そういうスタイルなんですけども、これもいつも言ってますけども、ウィントン・ケリー知らないよとか、ジャズなんて全然わかんないよという人にこそですね、この動画を見てほしいなと思っていてですね、自分の今やってるジャンルとかね、周りにある知識ではないものからアイデアを持ってくるとですね、すごい新しいものが生まれやすいというか、自分のアイデンティティを作りやすいので、ぜひ自分の周りにあるものと違うものをぜひ勉強してもらってですね、自分だけのスタイルを作ってもらえればなと思っています。じゃあ早速いきます。ポイント1つ目、8分音符は3連の1-3で跳ねる。これは前のテラクボエレナさんというサックスの人との対談でもたくさん話したんですけども、ジャズは8分音符をどういう風に弾くかでかっこよさがほとんど決まってしまうんですね。だから、永遠の課題なんですけども、ウィントン・ケリーはすごく8分音符がかっこいいっていうのでよく知られているピアニストの一人なんですけども、ウィントン・ケリーはほとんど8分は跳ねてました。僕がオーディオをですね、こうバーッと引き伸ばして、ソフトで引き伸ばしてですね、ゆっくりにして聞いてチェックしたんですけども、ほとんど8分音符は跳ねてます。だから3連の1-1-3、要するに1-2-3-4でいくと、タカタ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 ですね。一拍に3つ入ってるのが3連。タタ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 の1個目と3個目で弾くと。だからタタタッタタッタタッタ。これが一応跳ねてるというリズムなんですけども、これはもう本当に気をつけないと、こう。なんかこう、ダンス、ウサギのダンスみたいな感じになっちゃいがちで、正直僕ら日本人にこのかっこいい8分音符を弾くっていうのはすごい難しいんじゃないかなと僕は個人的に思ってます。なのであまりおすすめはしないんですけど、僕もほとんど8分音符を跳ねて弾く、跳ねの8分には正直手はほとんど出してないですね。ほとんど全部イーブンで、イーブンっていうのは跳ねない。これが跳ねてない8分なんですけども、僕も現場ではほとんど跳ねない8分音符を使ってます。なぜかというと、そういう欧米の音楽が身近にあるところで僕は育ってないので、そういうフィールはないんですね、正直。なのでこのチャンネルでは、日本人がどうやってこう自分たちのアイデンティティを使って世界のミュージシャンと、戦っていくかっていうコンセプトでやってるんですけども、いや僕は個人的にはおすすめしないんですけども、今日はウィントン・ケリーの研究ということで、ウィントン・ケリーはめちゃくちゃ跳ねてますね。そのほとんど8分は全部跳ねと考えておいていいと思います。だから、3連の1と3ですね。タタ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 の1-3、ワンツースリー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 。8分音符は、ウィントン・ケリーはほとんど8分音符は3連の1と3、要するに跳ねてる音でぴったりで弾いてました。ここで気をつけるのは、音を切らないってことですね。ほとんどレガートというの次の音までギリギリまで伸ばしてましたね。だから、ウィントン・ケリーっぽく弾きたいのであれば、8分音符は跳ねる、跳ねて、レガートでギリギリまで伸ばすと。これが1つ目ですね。音源を聞いてですね、聞きながら一緒にゆっくりしたりして一緒に練習するというのを、そういうやり方があるので後でそれは紹介します。ということで1つ目のポイントは、8分音符は3連の1-3で跳ねると、でなるべくレガートにするということですね。これがポイント1です。練習合宿部。これでポイント2、16分の弾き方。これはすごい、僕らアメリカの文化で育ってない人たちにも朗報ですね。16分音符はほぼ完全にイーブンです。なので、別にそのフィールが最初からなくても大丈夫だと思います。僕らでもできますね。16分音符っていうのは、一拍につき音が4つ入ってることですね。タカ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 。ここは完全にイーブン、全く均等割りですね。
はい、これが均等割りです。だから8分音符は跳ねてる、1、3で跳ねて、16分音符は完全にイーブンというので住み分けして雰囲気を変えてるってことですね。同じリズムばっかりで飽きないようにこう立体感をつけてるわけですね。なので16分はイーブン、ほぼ完璧にイーブン、完全にイーブンで、ポイントは結構スタッカートで弾いてますね、ウィントン・ケリーは。だから8分は3連の1、3で跳ねてレガートくっつけるですね、音と音をギリギリまで、タタカタタカタカタタタカ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 タカタタタカタタカタですね。で跳ねてると、完全に跳ねてる、ウィンドウ蹴りはめっちゃ跳ねてると。で16分は逆にほぼ全部跳ねない、16分はイーブンでスタッカート、じゃあこれを今のところじゃあポイント1と2だけを組み合わせるとこんな感じになりますね。跳ねて8分レガートで8分で16分はスタカートでイーブンと、まあこういう感じですね。これが8分音符と16分音符の、ウィントン・ケリーの弾き方でした。じゃあ残り3つ、ウィントン・ケリーがどういうふうにレードバックしてるのか、でどういうふうに251を使ってやってるのか、でアクセントの位置、これも大事ですね。どういうふうにどんなところにアクセントの位置をやってるのかっていうことは続きの動画として僕がノートでやっているバーチャル強化合宿練習合宿部というところでやっていきます。下のリンクの続きはこちらというところから飛べるようになってるのでぜひ参加してくださいということで、練習生の皆さんは後でお会いしましょう。ありがとうございました。はい、アクセスアート練習合宿部というバーチャル強化合宿をノートでやっています、アメリカの第一線で使われている R&B、ジャズ、ゴスペルなどの手法をどうやって自分の音楽に、取り入れるかっていうのを毎週解説しています。月額500円です。質問もできます。みんな参加してください。ありがとうございます。